フォルツスタイル。皆さんお疲れ様です。中年 A 杉山です。中年 B 小重です。いやー、すっかり夏ですね。暑いね。暑い。で、今日は今日は、まあ、ちょっとね、もう狙ってもいいんじゃないかな、年数的にね。国産のスーパースポーツ。なるほど、GTR やってみたいと思います。はい、はい、行ってみましょう。あれ、なんか変なやついらっしゃい。今日は3号の GTR ですね。もうデビューから実は10年以上経ってんだよね、3号の GTR って。何年でしたっけ、デビュー。確かに07だったと思うんだけど、ちょっと詳しい先生を呼びましょう。はい、呼んできます。はい、お願いします。今日は横浜市都筑区にあります、3号 GTR 専門店、まあ、GTR の専門店っていうのはオソリティって言っていいと思うんですけど、ボルゴさんにお邪魔しました。代表の五十嵐さんです。ボルゴ代表の五十嵐です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、3号の GTR なんですけど、最初って07でしたっけ。07の12月ですね。07の12月。まあ、ほとんどまあ08モデル。そうですね、ほとんど08って言いますね、初期モデルは。そうするともう13年。13年、14年。まあ、全然こう古さ感じないっていうか。感じないですよね。まあ、現行で売ってるからね。お店はできてどれぐらいになるんですか。7年ぐらい。あ、7年ぐらいの。はい、あ、ミスモに。何年ぐらい。26年ぐらい。筋金入りですね、もう。この3号の GT3 の、ね、まあ、300クラス、スーパー GT で走ってる車の開発をまとめていたと。まあ、まとめてたんですけど、品質管理です。品質管理です。あ、まあ、市販前提ですもんね。そうですね。まあ、今日はじっくり教えていただきます。うん、はい、全部今、ショールームに入ってるのが、うん、売り物。あ、そうなんですね。まあ、ただ回転率が非常に良くて1ヶ月ぐらいっていう。そうですね、だから1ヶ月ぐらいですね。それまず先頭にあるのがこちらが2013年モデル。3号の GTR っていうのはなんか前期とか中期とか、はい、そういうのがあるんですか。そうですね、いわゆる08から売ってるものが前期で、はい、うんうん、こちらのバンパーになってたのが中期。あ、これが中期。ちょっと違うんですね。まあ、17年モデルとか後期みたいなビッグマイナーがありましたね。前期、中期、現行、後期という形なんですね。はいはい、当初開発に携わった水野さんっていう名前が、はいはい、携わった最後の13年モデルです。あ、最終水野モデルは2013年。そうです。なるほど。ここまでが結構足回りが硬くてゴツゴツして、それがまあサーキットに向けたサスペンションでもあって人気で、この13年を狙って買う人が、そうなんですね。それはじゃあその前期から13年までの間でもちょっと値段も高いんですか、相場的には。まあ、全般的にも高いですね。あの中古車値段があんま下がらないですね。あ、そうですか。最初デビューした時777万円一番安いのが、なんかこの37にしたのも、はい、水野さんに話聞いたなんか理由があるらしいんだけど、うん、ああそうですか、でも俺終わっちゃったんだよね。なんでしょうね。で、この最終水野モデルっていうのは大体今相場だと700半ばから走ってないんだと800しか買ってない。そっか、なんかイメージ的にはもう1000万オーバーみんなしてるのかなと思ったんですけど、そんなこともないんですね。そうですね。あ、なんか700-800って言われるとちょっとリアリティが湧いてきますね。違いあるんですか、この外観以外に。見た目、バンパーがまず大きく違います。後ろのは、ああ確かに、ああ本当だ。ヘッドライトがよく稲妻とか言いますよね。稲妻になってる。確かに違う。現場が来てないんだもんね。あ、そうか。前期乗ってる方でこれに変える方がよくいらっしゃる。
もう3号から3号へっていう。あのこのヘッドライトだけ。あ、ヘッドライトだけね。あ、そのままパコンって行くんですか。はい、うん、そうなんですね。それを押して、あ、ちゃんとここになんか凹凸がついてる。お、来た。あ、レカロのシートなんですね。これも純正で最初からの。そうですね、こちらブラックエディションというモデルなので、はい、あの通常のモデルと違って、はい、このホールデスエロいシートがついてる。まあ、ニスモが出る前の一番スポーツモデルで。後ろも座れるんですか。座れます。あ、じゃあ4人乗りなんですか。あのチャイルドシートも付くようになってるんで。あ、そうなんですね。はい、この開発の時に水野さんが、こういうスーパースポーツはね、はい、男のその単純なおもちゃじゃなくて、家族の反対が少しでも出ないようにって言って、なるほど、4人乗りにしたって言ってたよね。たまにお客様でチャイルドシートをセットしてから納車してくれっていう人がいらっしゃいます。ちなみに現行型って何馬力ぐらいですか。現行は、570馬力なんですけど、ニスモだけは600馬力。17年モデルから570になってますね。このライトだよね、やっぱ GTR といえば。思いのほか大きいんですね。なんかスペアタイヤはないんです。ないんですね。ランフラットタイヤなんで。あ、そうなんですね、はい、じゃあランフラットを変えた人はあのパンクのなんか修理剤みたいなの。そうですね、ね、やっぱこういう車乗ってる方はタイヤにもいろいろこだわりがね、皆さんあるでしょうからね。ちなみにこれは何が入ってるんですか、タイヤは。なん、あ、ポテンザですね。ポテンザサイズ RE070R っていう。これ純正のサイズなんですか。そうです。ここに285/35 20インチ。前も同じです。フロントは255ですね。あ、255/40の20インチ。これが2020ってことはほぼ現行型。そうですね。リアスポイラーの形状も。リアスポイラー変わってないです、うん、リアバンパーの形状が大きく変わってますけど、チタンの焼き色って、はい、ね、マルチファンクションディスプレイの周りが随分変わって、ディスプレイも大きくなってます。17年モデルからなんですけれども、この周りが大幅にさっきの13年とは変わってます。なんかモニターサイズも大きくなってる。そうですね、マルチファンクションディスプレイの大きさがさっきと同じような。おはようございます。今日も安全運転で行きましょう。安全運転で嫌味を言われてました。そう、変わりはないですね。でも馬力はこっちの方が570、はい、ついにで、やっぱり新しい分相場もこれは1200近かった。あ、新車だといくらなんですか。新車もそんなもんです。あ、そうなんですか、ね、すごいね、ほとんどじゃ下がんないんだ。三浦さん、実際にこう乗り比べてどうですか、街中の印象なんか。まあ、初期と550だとまず全然違いますよね。530も全然違う。下のトルクもトルク感も違いますし、僕は街中で明らかに違いは分かりますけど、なんか突き詰めてどん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 、やっぱり十何年もやってると思う、進化するんだね。ここにあるのがその最強。実は昨日、あ、そうなんですか、到着したばかりのニスモでございます。すごい。これは前期中期とかでいう、あ、前期はニスモはなかったんですよね、はい、中期から、はい、ちょっと前から行ってみましょうか。
すごいね、やっぱカーボンのおごられ具合と、そしてこの赤の差し色がね、ニスモだよね。上から見るとこうエアダブの形状が違うもんね。いや初めて見たな。あのノートのニスモはね、よく街中で見るけどGTR の中でもニスモっていうとどの辺からこう作り方が違ったりするんですか。まずあのボディ補正が上がってるのと、足回りが大幅に出しがちな感じです。シュカーのゴールド製がやっぱり他のモデルと違って、あと内装とかはアルカンターラのすごい。あ、本当だ。フラッシュもアルカン、ステアリングもですか。そうです。わあ、いいですね。天井もですね。で、スピーカーも BOSE が、はい、標準装備ですね。いつもなんだけど BOSE 入っちゃったよね。メーターの表示とかやっぱ違うんですか。メーター、スピードメーターがちょっと赤くなってニスモって入ってる。かっこいいこちら。もうかっこいい。あ、音が全然違う。通常のモデルだと、もう赤くないから。すごい。やっぱ丸いテールランプが GTR、モニターの表示は同じですか。ですよね、丸いのが4灯。なんかニスモって字が出たりするんですか。出ないですね。特に出ない。あの R34 の時はあのニスモで売ってるあのマルチファンクションディスプレイキットがあったので、34の時はそれをつけてる車がニスモって出たんです。明るい赤になってる。あ、タクミプレートは同じですね。うん、パッと見はそんなに違いはないですね。だからやっぱこれが600馬力。そうですね。来たね。プレミアムミッドシップ。新車価格おいくらですか。1870万だ。当時。この当時は、はいはい。じゃあ現行のニスモは2500万ぐらい。そうですね。でも来年の22年モデルはもう完売。あ、そうですか、うん、すごいね。やっぱりこんな時代だからみんな危機感感じて、もう買える人は買ってなるんじゃない。え、やめちゃうかもしれないからってことですか。うん、そういうのもあるし、ね、NSX も ね、あの生産中止ってニュースあったし、この個体は、あ、この個体は販売してるんですけど、はい、もう売れちゃいそう。あ、そうなんですね。相場で1700後半ぐらい。あ、じゃあ本当に新車と変わらないですね。これは8000キロだったの。8000キロ。いざ手にするとどこ乗ってっていいかわからない感じなんですかね。コレクションしたい人の方が、はいはい、あ、そういうことなんだ。なるほどね。やっぱりね、リアスポイラーも全然違うもんな。バンパーも大幅に違います。ブランドすごいですもんね。やっぱこう世界的にやっぱ認知されてるブランドですもんね。そうですね。BM で言ったら M だよね、うん、完全に M スポーツじゃなくて、うん、もう M 何々。おお。表面と裏面を合体させてるこういうレインホースなんかもあるから強度的には全然問題ないね。やっぱこう比べちゃうとこれの迫力でニスモいいなってなりますよね。これニスモ初めて乗りますよ。モニターこっちの方がいいですね。そうですね、見やすい。これ初期型ぐらいの乗り心地じゃないですか。そうです ね、初期型以上だと思うんですけど、うん、そのクイックさとかやっぱりきますね。15年モデルあたりからニスモがこう出てきたので、はいはい、開発にね、
ニスモ以外のモデルってのは逆にサスペンションが柔らかくなってて、うん、乗り心地が良くなってるんですね。で、まあ、そういった積み上げができてるような感じなんですよ。でその以前のモデルっていうのは08から1台でずっとサーキットが走りながらっていう感じでセッティングされてたので、まあ、結構乗り心地が良くないっていう感じになると思うんですね、はいはい、初期型は結構ミッションが音が出たりとかギクシャク感があったんですけど、13年ぐらいからすごいミッションのプログラムが良くなって、うん、乗りやすくなって、さらに14年から TCM、うん、コンピューターが1.5 メガになってさらにきめ細かい、制御ができるようになったので、すごい乗りやすいんですよね。五十嵐さんが おすすめするんだったら、何年式からですか？まあ、その人の乗り方にもよると思うんですね、はいはい、街中メインで乗るんだったら17年以降が僕は一番いいと思いますけど、ただ自分は走るのが好きなタイプなので、うん、自分がもし買うとしたらニスモですね。まあこうチューニングとかじゃ追いつかないですもんね。そうですね、まあ、中には HKS の800馬力、1000馬力のキットを用意してもいますけど、はいはい、なんかただ僕らの時代は何百万もかけてやっと500馬力っていう、そうですよね、時代だったので、うん、今もう買ったらすぐ550馬力とか、うん、570馬力っていう世界ですからね。こういうのはやっぱり現代車両って感じがしますよね。そうですね、この辺の配置も変わらないんですね。はい、17年からはこんな感じですね、うん、やっぱりニスモってこう見える景色が違いますね。悪かったらやっぱり偉大だな。やっぱりニスモを買おうと思ったら1700、そうですね、から、はい、なるほど、ふむっと、これニスモだからかな、ちょっとスピンするんですね。そうですね、四駆でも、まあ、あとタイヤがちょっと冷えてるってことですね。ああ、はいはい、秘密の置き場にやってまいりました。あまりこうガサガサしてると泥棒に思われちゃうのでサクッといきましょう。はい、まずこちらちょっといじってあるのが、まずエンドレスの、ブレーキローター、あとは、シートがニスモのカーボンシート、後から付けられるようにニスモが売ってるやつ、売ってたんですけども今は完売しちゃってて、もう手に入らないシートなんですね。トラックエディションは足回りがニスモと一緒なんです。非常にちょっと硬いサーキット向けの足が入ってまして、エンジンパー自体は同じだけど、はい、まあ、標準車と比べた時に足回りでこう、はい、ニスモと変わったような、そうですね、はいはいはい、これが2015年、はい、これも売り物、売り物です。こちらは938万円で、なんと3人もあるんですね。はい、まだ入ってきたばっかりで何も仕上げてない状況なんですけど、まあ、非常に最近では珍しいワンオーナーの車です。僕の世代ですね、これね。衝撃でしたよね、32が出た頃って。もうほんと雑誌のテストで、プロドライバーの運転の横に乗せられてサーキットぐるぐる回って、リバースしました。濃いめ&鼻薬って感じですよね。直列、アルビ26です。免疫ですね、直列で。これまだ仕上げる前の段階なんで。でもこれだけ、ね、年式層に、ね、こんにちは。こんにちは。値段が下がらないと
あるんだったら新車買った方がいいですよね。そうなんですよ。うち新車、はい、お客さん決まってないのに発注してて、今月3台ぐらい入ってきますね。それはもう納車時期決まってるんですか。何月に来るとか。今月来ますよ。あ、今月8月？はい。ピュアエディションが2台と。ピュアエディションが2台。ステルスグレーの。おお。スペシャルエディションが1台です。なんかリセールバリューって。ニソンはスペシャルエディションが一番いいんですよね。っていうか、まあ日産のね、あのファイナンスの残価設定でいくとですけど、で次にいいのが確かニソンじゃないかな。標準車が一番良くなかったような気がするんですけど。本当下がらないのがあれですね。2008年あたり、はい、500万ぐらいからずっと500万、何年も500万なんですよ。距離にもよりますけど。じゃあ5年落ちぐらいで買ってた人が一番得してますかね。そうですね。7年前あそこ始めた頃に、はい、今から今よりも500万ぐらいの08の車って80万ぐらい安く買えたんですよ。100万ぐらい安かったかな。それが100万今高くなっちゃったんですよね。うん、年月が経ってるのに。まあ、前期型買っても、ミッションとそのクラッチ周りでしたっけ、はい、を一通り手を入れれば、ええ、全然乗れるって感じなんですよね。乗れますね。うちの場合初期型が入ってきたらあのそのまま売らずにミッションは一回下ろしてオーバーホールして、対策して、はい、対策を入れてしてから販売してますんで。で基本的にメンテナンス系は今までのお付き合いがあって信頼のおけるあのホームページに載っている、はい、みどりさんとか、そうですね、MCR さんとか、MCR さんとか、マイズさんですね。あとミッションはネゴコーポレーションさんですね。GTR のメンテナンスにかけてはエキスパートにも任せると、はい、あと、まあ、意外と多いのはディーラーです、うちは。ああ、はいはいはい。まあ、スポーツセンターって言うんでしたっけ、あの日産ハイパフォーマンスセンターですね。日産ハイパフォーマンスセンター NHPC って呼んでますけど、そこが多いですね。あ、結局あの新しい車入ってくると保証継承がショップさんではできないので。はい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 。で日産のスポーツリセッティングが入ってくると通常の NHPC では、保証継承できなくて、いつもハイパフォーマンスセンターに持ってくる話ですね。じゃあもう同乗もさせていただいて、やっぱり GTR 最高だね。こんな車日本にしかないって。そうですね、日産にしかない、まあ、ちょっと一度相談だね、予算も含めて。そうですね。買ってくれるんですか。やった。いやー、右から左だって言うから俺が買えるの出てくるかな。でもほら、買っても次売るときにほとんど値段変わんないっていうね。もう実証済みだから。まあ水野さんにね、こういろいろ新車当時のレクチャーから受けてる僕ら世代としては、まあ水野モデルも手がないな。走りを楽しむという意味ではこちらの方かなっていう気がしますけど、新しめのモデルでいうと走りを楽しむならニスモで、マシ乗りを楽しむんだったら通常の17年以降のモデル感じかなっていうふうに私は思いますけど、奥が深いですね。まあ、ゴルゴさんに入っても割とこうすぐ GTR っていうのは回転していくんで、またあの基本的にストック状態にこだわって、あの販売されてるんで、その辺少しね、あの加味していただいて、お越しいただければ GTR のいい話が聞けるんじゃないかなと思います。どうですか、レースクイーンは。加速がすごい。ちょっと片言なので今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。窓開いてないのに面白いな。すごい。まあ、ニスモのロゴもだいぶ変わりましたよね。あ、そうなんですか。はい、私が勤めた頃は楕円で、文字がカクカクしてたんですよ。はいはいはい。私が会社に入った頃は。で、その後に社長が変わって、もうちょっとグローバルに浸透するようなロゴに変えようよって言って、当時の足立社長の方が、ロゴをこういう形に変えたんですけど、最初の方が
丸だったんですよ、うんうんうん、丸だったんだけど、その杉野社長、佐々木社長って、うん、どうも海外に行くと、うん、その丸がない、穴がないから日の丸だから、ニズムニズムっていう、あーなるほど、ニズムっていう風に呼ばれるように変えようよって言って、うん、あの日の丸からこれだ、うーん、そんな面白い、面白い。荻山さん、今日のファッションは？今日はですね、この間あの大坪ちゃんなんかみんなで行った弥生さんで買ったあのクレイジークローズっていうやつかなの短パンなんですけど、もう本当にあの佐藤さん言ってたみたいに色が落ちてきて楽っていうんですかね、感じになってきて。で、靴は？靴はあのエスパドリームですね、同じく弥生さんの短パン。いや、涼しそうでいいですね。そうですね、もう本当体力ないんで頑張ります。ジムに通い始めました。はい、ありがとうございます。